大阪経済法科大学は大阪府八尾市学園寺六の十二本部を置く日本の私立大学である。1971年に設置された大学の略称は刑法、刑法大、大刑法。創立者は金沢直宿。八尾駅前キャンパス創立者である金沢直宿博士により見学の理念とされた経済と法律が社会の両輪。 という言葉を具現化するため、経済学、法学の柔軟な相互履修を可能にする、刑法相互乗り入れという教育制度を実施している。エスコース、エスコースと呼ばれる、資格試験対策カリキュラムを中心に、資格取得などの教育システムがある。エスコースでは、早稲田セミナーなどの予備校から派遣された講師と、大学教員が連携して指導する体制をとっている。 入学試験で合格した一部の学生及び入学後専攻を受け採用された学生は受講料無料で受講することが可能となっている。また、S コース受講生専用の自習室やグループ、学習室が用意されている。実績 S コースなどの取り組みにより2003年2007年2010年2014年の公認会計士試験に現役合格者を輩出しているほか、 大阪大学、関西大学、関西学院大学、立命館大学など、関西地方を中心とした、法科大学院への進学者がいる。この間は、法科大学院に進学した、卒業生が3年連続司法試験に合格している。北京大学、ハワイ大学、トロント大学、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院、高来大学校など、 海外の大学等との国際交流ネットワークを緊密に形成している。2018年8月現在、25カ国、地域65大学、教育研究機関との海外ネットワークを持っている。こうした環境を活かし、海外留学制度なども用意し、さらに2016年度からは国際学部国際学科を開設した。2005年9月に、 八おし立図書館と、相互協力に関する基本協定を締結したことを、皮切りに、2007年11月に、八おし国際交流センターと、相互協力協定を、2008年2月に、八おし教育委員会、2008年12月に、東大阪市教育委員会と、連携協力協定を、2013年2月に、八おしと包括連携に関する、 協定書を締結するなど、東大阪地域の地方自治体等と関係を深めている。また、他大学にあまり見られない自治体等との連携として、2013年2月に、八尾市議会との地域連携に関する覚書を締結したことが挙げられる。学科、我らが白木学者ににあるように、花岡キャンパス内の建物は白を基調としている。キャンパスの中に、 北朝鮮の朝鮮社会科学院より寄贈された公海道王妃のレプリカが混流されている。スポーツ活動では、テコンドー部や空手部、卓球部に、競合選手が多いことでも知られている。大阪府八尾市学音寺六丁目にあるキャンパス。大学本部の所在地でもある。キャンパス名の、花岡とは、花岡キャンパスがある、八尾市学音寺東部に、かつて存在した。 花岡山古墳にちなんで、八尾駅前キャンパスの開校決定に伴って命名されたものである、キャンパス内には古墳があったことを記念した、花岡山遺跡跡碑が建立されている。近鉄大阪線近鉄八尾駅の八尾駅前キャンパスより、スクールバスで20分。近鉄奈良線東花園駅より、スクールバスで15分。 大学創立40周年を記念し、キャンパス中心部に新学生ホール棟、クロノスが建設された。キャンパスレストランやカフェ、ホールなどを備えた学生の生活空間として利用されている。近鉄大阪線近鉄八尾駅前の大阪府八尾市、北本町にある都市型キャンパス。地上12階建てのビル1棟で構成されている。 2011年12月7日に竣工し、2012年2月20日から学生の利用を開始した。キャンパス用地は、近鉄八尾駅前へのアリオヤオ進出に伴って撤退したヤオサティア土地である。周辺にはアリオヤオのほか商店街やヤオ市役所、リノアズなどの商業施設、公共施設も近い。ヤオ市のキャンパス以外にも、学外施設があり、 運動系クラブの練習や、クラブサークルゼミでの合宿などに利用することが可能となっている。高ークリ、コ用日とは、中国吉林省集案にある石組高コ再生最盛期のコー用の工業を記したものであり、大阪経済法科大学が、朝鮮社会科学院の行為で、複製費を作成してもらい、寄贈を受けたものである。 石文の四面に1759文字が刻まれ、コウクリと、くだら、和との17年に及ぶ戦いが記されており、4世紀末から5世紀初めの和と、朝鮮半島の姿を、東アジアの視点から知ることができる数少ない資料となっている。和の文字があり、貴重な歴史資料である。平成22年公認会計士試験に合格。 2016.04いよいよスタート。国際学部開設決定、大阪経済法科大学、2015年9月11日、閲覧。創立40周年記念屋を駅前、キャンパス、オーバル春光式を挙行いたしました。大阪経済法科大学。 http://www.keiho-u.ac.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュトピックススラッシュ2011スラッシュ POST-381.html 2012年3月9日閲覧八尾駅前、キャンパス、オーバル、いよいよオープン。 大阪経済法科大学、http コロンスラッシュスラッシュ www.keiho-u.ac.jp スラッシュニューススラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ post-403.html2012 年3月9日閲覧正確には、ヤオサティのお客様向け駐車場があった部分。 http://www.keiho-u.ac.jp スラッシュニューススラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ post-621.html-http://www.keiho-u.ac.jp スラッシュファカルティスラッシュプロフェッサースラッシュ int studies プロフェッサー R 田畑 HTML ありがとうございます。